アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめにいた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年4月23日、場所は西宮関学第3フィールドにて、2023年高校アメリカンフットボール選手権春の兵庫県予選、その1試合目となります。星稜高校メディアーズ対三高合同チームになりますが、一律西宮高等学校ウェザーコックス、三田松雲館高校タイタンズ、右高校バイパーズの三高合同チームとの一戦が行われます。試合開始11時キックオフ予定です。両チームその試合に先立ちましてサイドラインに陣取っております。ホームチームという形で手前側のホームスタンド側に陣取っておりますカラーのユニフォームをまとっておりますのが星稜高校ミーティアーズ。長く兵庫県の県立高校勢の中でも常に優勝争いを争っていたこの古豪チームがこの一戦目を飾っております。対しましてバックスタンド側に陣取りますのが三高合同で今回参戦しております三高のチームです。緑色のユニフォームが一律西宮高校ウェザーコックス、そして、カラーのユニフォームではありません、ホワイトのユニフォームに統一されておりますが、三田松雲館高校タイタンズ、そして三木高校バイパーズの3校合同チームとなります。この中でも一律西宮高校はコロナ禍直前になりましたシーズンにおきまして見事全国大会にも出場したその力を持っております。この4校による1試合がまもなく行われます。両校フィールドの中央に進みましてまもなく試合開始の時を迎えようとしております。これより試合開始前のコイントスを行います。コイントスのチョイス権は星稜高校となりました。三校合同チームキックオフ、星稜高校リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。さあ両校フィールドに散りましてまもなく試合開始のキックオフとなります。まずは3校合同チームのキックオフです。スタート。
キックオフを務めますのは三田松雲館高校73番の樋口、3回生、塩瀬中学校出身。対しまして星稜高校リターナーは8番と13番が配置されました。星稜高校8番は能、13番は井上。さあ試合開始です。13番リター、さあここはどこまで返すか、中央抜けている、ナイスリターン。星稜高校、まずこのキックオフリターンで13番が自陣40ヤード付近でボールを返しました。この位置から星稜高校の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う攻撃競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権継続を突破するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは星稜高校の攻撃となります。ボールオン自陣42ヤードから星稜高校、ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあここでスナップが見えた、それをリカバーしたのは三高合同、タッチャーン。この星稜ファーストプレーでなんとトラブル発生、スナップをしたボールを落としました。そのボールをリカバーしたのは相手チーム三高合同チームの選手です。これを抑えました三高合同選手、そのままエンドゾーンに走りました。タッチャーン、合同チームが先制の得点を挙げました。合同チーム6点獲得。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。キック成功、1点追加。三高合同チーム7点、星稜高校0点でこの試合は幕開けとなりました。アメリカンフットボール、得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスターに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これと自殺点の2点を合わせのパターンを加えますと、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通り。この足し算により引き分けが起こりにくい得点構造になる決着方式になっています。さあまずは先制点を挙げましたら合同チーム、その得点を挙げた合同チームのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開になります。さあ再びリターンに入ります。星稜高校、今度はどうするか、13番バウンドしたボールをリカバーし左オープン展開を図りましたが、今度はカバーチーム抑えにかかりまして、星稜高校自陣20ヤードからの攻撃となります。さあ先ほどミスによりまして失点をしました星稜高校、この攻撃で挽回を図ることができるでしょうか。星稜高校自陣20ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。
クォーターバック24番スナップを受けて右オープンへのランプレー、フェイクオーディによってオープンレーンを開けようとしましたが、しかしディフェンスのカバーよく、ゲインは約2ヤードにとどまっております。前進した地点までが攻撃1回となります。従いまして星稜高校、残り距離8ヤードを残してのセカンドダウン、2回目の攻撃になります。失礼しました、3ヤード前進となっています。セカンドダウン残り7ヤードに訂正です。さあ2回目の攻撃に入ります。星稜高校自陣23ヤードからセカンドダウン7、不成功。ここで星稜高校は一度だけ前に投げることが可能なパスプレーに出ました。ターゲットは87番でしたが、このパスはしかしカバーされており、パスキャッチミス、パス不成功により攻撃失敗となります。一つパス失敗ですと攻撃権一つ失いまして次の攻撃となります。従いまして星稜高校自陣23ヤードからサーダウン7、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。星稜高校サーダウン7、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック24番プレッシャー浴びながらパスを通りました。しかしそれを取ったのは相手チーム、合同チームの53番、インターセプトにより攻撃権奪取となりました。攻守交代です、ターンオーバー。星稜高校攻撃で打開を図りましたが、しかしその隙を突かれまして再び攻撃権奪われます。合同チームこのチャンス生かすことができるでしょうか。相手陣27ヤードからファーストアンテン、さあ今度はランプレーで入ります。合同チーム何学21番にトスをしまして左オープンへ展開、ブロッカーのブロックもよく、これにより約5ヤードのゲインとしています。託されましたランニングバックは三打松雲館高校21番の日浦、相手陣22ヤードの地点に入りましての合同チームセカンドダウン5、2回目の攻撃を残り5ヤード、果たして獲得できるでしょうか。さあ今度はハンドオフ、中央でランプレー、今度はパワープレーにより一気に攻撃権突破を図りましたが、しかしこれは星稜のディフェンス厚く、ゲインはわずか3ヤードにとどまっています。しかしキャリア15番松下長七さんでした、ナイスランでした。三高合同相手陣18ヤードからサーダウン2、3回目の攻撃残り距離2ヤード、果たしてどのように攻めるでしょうか。再び10ヤードランプレー、密集点をハンドオフで突破図りまして、このダイブ決まりました。攻撃権更新です、三高合同ファーストダウン、再び1回目の攻撃となります。見事攻撃権更新果たしましたが、三打松雲館高校15番の松下、ここでホイッスル。ここで審判団によるホイッスルが入りました。さあ試合再開となります。三高合同相手陣13ヤードからファーストアンテン、攻撃権更新、必要距離は10ヤード、そしてエンドゾーン得点ゾーンまで13ヤードの位置です。さあ再び中央のダイブプレー、しかし今度は星稜高校ナイスディフェンス、好調な中央のダイブプレーにより再び突破を図りましたが、これは星稜を抑えました。ゲイン1ヤードにとどめて合同チームセカンドダウン9の状況となります。
三個合同相手陣12ヤードからセカンドダウン9。ナイスです。今度は三高合同トスをしましてランニングバック40番の総力で左オープン突破を図りました。しかしこれは星稜13番見事に対応しまして約3ヤードロスとしています。見事タックルをしましたのは星稜高校13番の井上、チームのバイスキャプテンです。ここでホイッスル。ここで三高合同タイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは前半後半3回ずつ双方ともにタイムアウトを取ることができます。まずは三高合同ここを勘どころとしましてここでタイムアウトを取りました。画面上チーム名の下側に黄色いバーが表示させていただいております。このバーの数がタイムアウトの残り数とご承知ください。さあこの序盤戦の攻防、その立ち上がりのミスをつきまして三高合同が状況を優位に進めております。勢いに乗って相手陣17ヤードの位置から三高合同攻撃に入ります。しかし攻撃権更新出力距離は13ヤード果たしてどのような選択とするでしょうか。三高合同サーダさあ中央への大プレーにより突破を図りました。しかしこれは星稜高校75番見事対応しましてゲイン1ヤードにとどめています。見事な対応しましたのは星稜高校75番の片山チームキャプテンです。三高合同ここでフォーメーションを変えましてフィールドゴールトライキックによる3点を狙います。キッカーは73番樋口。キック成功3点追加。樋口見事32ヤードのフィールドゴールを決めまして3点獲得です。三高合同チーム10点星稜高校0点で序盤戦が進んでおります。正直言いますと驚いております。合同チームなかなかチーム練習が組めない中、しかしこの序盤戦むしろ優位に展開しております。さあ星稜高校はここで反撃なるでしょうか。試合はまだ第1クォーターの状態です。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは天候及び気候の状況などの判断から審判団によりましてチームクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。これはいわゆる熱中症対策も含んでおります。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。序盤を優位に進めている三高合同のキックオフで試合再開です。さあ星稜13番リターンに入った。これも三高合同14番カバーよく自陣20ヤードに封じられております。しかしこれによりまして星稜攻撃権を得まして自陣21ヤードからの攻撃に入ります。
見事なタックルをしましたが、三田松雲館高校14番の塩田、チームキャプテンです。さあこの状況打開なるでしょうか。星稜高校自陣21ヤードからファーストアンテン、中央へのランプレー、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則がどちらにあったのか、まもなく審判からコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤード抜体となります。従いまして攻撃チームは5ヤード前進しファーストダウンという形になります。これによりボールの位置が変わりまして、星稜高校自陣26ヤードからファーストダウン5。1回目の攻撃を残り距離5ヤードで展開する形になります。さあこの状況を星稜を生かせるでしょうか。クォーターバック24番スナップを受けて右オープンへの展開、パスを見せかけそこからランに転じました。これが構想し約4ヤードのゲイン。ランパックスオプションによりゲイン果たしましたのは星稜高校のクォーターバック24番の畑。星稜高校自陣31ヤードから姿勢攻撃権更新となっています。星稜高校ファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック24番、1点中央のパスを投じました。ターゲット13番競り合いながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。星稜高校ファースター、パスを投じました。クォーターバック24番は畑、取りました。ワイドレシーバー13番は井上。これにより星稜高校フィールド中央付近まで進出しました。ジーン49ヤードからファースターアンテン。これはゴードチームナイスタック。今度は1点中央へのランプレーによる突破を図りました。託されましたランニングバック6番岡本、隙を突こうとしましたが、しかしゴードチーム群がりまして、このランプレー2ヤードロスにされています。さあゴードチームもこの試合にかける思いがワンプレーワンプレー伝わってまいります。星稜跳ね抜けれるでしょうか。自陣47ヤード星稜高校セカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック24番今度はロングパス、左にいましたワイドレシーバー87番に投じました。しかしこのパスは通らず、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。時計の設定に誤りがありましたので訂正させていただきます。星稜高校自陣47ヤードからサードダウン10。パス不成功。
今度は中央付近にいましたターゲット35番へのパスでしたが、しかしこのパス合わず、パス不成功に終わっています。星稜高校フォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン12、フォーメーションを変えてパントフォーメーションにします。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。パントは8番蹴り込みまして、さあこれをリターンできるか、ゴールチーム。さあしかしゴールジャンプルしている。果敢にリターン試みました40番、しかしボールをジャンプル。幸いこれは合同チーム28番、三木高校28番が抑えましたので、攻撃権譲渡にはなっておりません。攻守交代です。攻撃権変わりまして合同チームの攻撃に変わります。三木高校28番、宮村、素晴らしい反応でした。チームキャプテンです。さあ攻撃権変わりまして今度は合同チームの攻撃です。自陣31ヤードから三高合同ファーストアンテン。中央のランプレーでまず突破を図ろうとしましたが、しかしこれは星稜高校ディフェンス反応よく1ヤードロス。まず最初の1点目を星稜抑えました。合同チーム次は果たしてどのようなプレーを展開しようとするでしょうか。ボールオンは自陣30ヤードから三高合同セカンドダウン11。さあ再び中央のランを展開しようとしたが、これは星稜ナイスです。何バック21番の突破力にかけましたが、しかしこれは星稜高校57番見事反応しまして、さらにロスをノーゲインとしています。ここは力と力の見応えある攻防でした。合同チーム自陣30ヤードからサーダウン11。さあこの残り距離11ヤード突破なるでしょうか。今度はトスをしまして右奥へのスイッププレー、キャリア21番総力で突破を図りましたが、しかしゲインは4ヤード。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、星稜高校0点、合同チーム10点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。